はい、こんにちは。フリーランスデザイナーのまゆこです。今回はアメリカ・フロリダでのワーケーションの様子をお届けしたいと思います。フライトは大阪、東京、シカゴ、タンパの計15時間ぐらいなんですが、移動とか待ち時間を含めると22時間ぐらいの長旅になります。なぜ今回フロリダに行ったのかっていうとですね、娘がアメリカと日本のミックスなので、コロナが落ち着いてきたということで家族に会わせるために行くことにしました。まず着いたらですね、トレーダージョーズという有名なスーパーに行ったり、アジアンスーパーマーケットでお米とかを買い出ししました。で、今回ですね、アメリカに来たもう一つの理由として、娘にですね英語にどっぷり浸ってもらって、あとアメリカの文化を体験してもらうということがあってですね、まあちょうどハロウィンとサンクスギビングというですね、家族集まるイベントに合わせて来ました。で、ハロウィンの前日にですね、セントピートという、街のダウンタウンの方でパレードがあって、そこでしこたま砂糖が入ったキャンディーをもらいました。娘もとっても楽しんでいました。今年のハロウィンは月曜日にありました。私自身ですね、郊外のハロウィンは初体験だったので、どんなシステムになってるのかっていうちょっと疑問だったんですけども、私の予想ではドアのベルを鳴らして家の人が出てきてお菓子をくれるっていうイメージだったんですが、こういった感じでみんな家の外になんか簡易テーブルを置いてカゴの中にキャンディーを入れて待っているっていう感じになっていました。で、エリアも決まっていて、子育てファミリーが多い地域を中心にこういうふうなことをやっている感じで、まあ、全部のエリアがやっているっていうことではなさそうでした。週末はタンパから車で2時間のオーランドという町へ行って、親戚のボートで湖をクルージングしました。ボートの停泊場の近くのレストランでランチをしたりして、オーランド滞在を楽しみました。こういうふうにバケーションを楽しんでたんですが、その合間合間に仕事をしていましたがですね、やっぱり日中子供がいると仕事ができないっていうことで、2週間目から本気でデイケア、現地の保育所ですねを探し出しました。まあ結構人気のところは2年待ちとかなかなか見つからなかったんですが、運よく一つだけ空いてるところを見つけました。で、保育園に入るには保健所に行って現地の予防接種、これは無料で受けれるんですが、これと、有料の健康診断を受けてから申請書を出す感じになります。で、この書類の準備に結構バタバタしてたんですが、無事週3回だけ現地の保育所に入ることができました。ここからやっとですね、一人でカフェに行って集中して仕事をすることができました。で、結構フロリダにはこうニューヨークとか寒い地域から IT のリモートでできる人たちが南下しているそうで、やっぱりあったかい地域で仕事したいということで、結構まあ外でもね仕事している人はいました。まあ湿度が高かったら結構きついんですけど、湿度の低い日はすごく気持ちよく快適に外で作業することができました。夕方になるとデイケアまでお迎えに行きます。で、私はずっとニューヨークに14年間住んでいたので、やっぱりこうフロリダとかですね、こう郊外になるとつまんないんですよね。なんで久しぶり、4年ぶりにニューヨークに行きました。
ニューヨークの様子はまた違う Vlog にして撮ろうと思います。家族の集まるサンクスギビング感謝祭の日はオーランドにある親戚のお家にまたお邪魔しました。であったかいので外でランチとかしてゆっくり楽しみました。これで今回の7週間のワーケーションが終わりました。家族親戚にはとてもよくしてもらって楽しく滞在することができました。今回なぜこの7週間という期間行ったのかっていうと、日本で行っている保育園で取れる最大の休みがこの7週間だったんですね。なんで本当は3ヶ月ぐらい行ってもよかったんですけども、7週間になりました。もともとどこでも働けるようにこう自分の働き方をコントロールしたいと思っていたので、今回実験することができてよかったです。あとですね、子どものバイリンガル育児もしたかったので、こう英語の環境にどっぷりしたってですね、結果どうなったかというと、もう1週間目から英語は喋り出すようになりました。発音もすごく上手くなってきて、 F とか T とか結構日本語にないような発音もうまくできるようになっていて、最後の辺はもう私には日本語、英語を喋るだろうって人にはもう英語で喋りかけるようになっていました。またちょくちょくですね、こういった機会を娘に与えていきたいと思います。まあいいことばかりじゃなくって、悪い面を言うとですね、やっぱりコストですよね。保育園の方はこの期間行って$760、日本円にして10万円なんですが、まあ、これはそこまで高くなかったなっていう印象です。ニューヨークとかだと、まあ、$2,000ぐらいはすると思うので、その辺はまあ安く抑えられたかなと思っています。まあ、あと為替がちょっと今円安なんで、日本円は使わずにドルを使いました。あと作業環境が整っていないっていうところがあります。印刷物のちょっとプロジェクトもしてたので、ちょっと印刷して確認したいなっていう時にはすぐに印刷できなかったっていうのもあったし、普段ワイドスクリーンのモニターを使っているので、そのモニターがなくって16インチで作業するっていうのがちょっとちっちゃいなと思いました。あとですね、タイムゾーンですね、クライアントとミーティングすることが何回か週1回は必ずあったんですが、日本のクライアントの時はですね、タイムゾーンがもう本当に真逆になってしまうので、朝か晩に設定しないといけなかったので、それがちょっとやりにくかったですね。なのでリモートで仕事したりミーティングするなら同じタイムゾーンの人と仕事した方がいいと思いました。以上ですね、今回、いろんな体験することができましたし、実験することができたので、すごく有意義なワーケーションになったと思います。